ボベは1822年5月1日、英国ロンドンでエドアバベットによりチャーターされたスイスの高級時計メーカー。19世紀に中国市場向けに製造された懐中時計で最も有名。今日ではその歴史を参考にしたスタイルのハイエンドのアーティスティックウォッチを生産。同社は高品質のダイアル、彫刻、7日間のトゥールビヨンで知られ、 オリジナルのボベの時計はスケルトンビューと装飾性の高いムーブメントで美しさを強調した最初の時計で秒針を含む最初の製品の一つでありヨーロッパの伝統的な時計製造会社では珍しい女性の職人を雇用するパスカル・ロフィーは現在の所有者ボベの中国名であるボーウェイは長年にわたって中国で時計の一般的な名詞になった 2013年の時点で、ボベの時計は、ロンドンのウィリアム・イルベリーなど他のメーカーが、中国市場向けに製造した時計は、収集可能な美術品として高値をつけている。1822年に、中国市場専用の時計を製造する目的で、エドゥアール・ボベットによって、ロンドンに設立された。1830年代、関東に製造施設を設立したが、 アヘン戦争に起因する制限のため、施設を閉鎖し、マカオに小さな施設を開設する必要があった。1950年にファーブルルーバは、ボベブランドの時計の生産を停止し、ボベ兄弟から取得した施設での未自社ブランドの時計を製造した。1966年にファーブルルーバは、ボベブランドと施設を個々の時計メーカーの共同組合に売却した。 2001年2月6日に現在の社長であるパスカル・ラフィーに買収された。時計製造は1730年にダニエル・ジャン・リシャールの弟子であるダニエル・ジャン・ジャック・アン・リ・ボーシェによってフルリエに紹介された。当時、この地域は金属加工で知られていたが、15世紀に地元で発見された鉄鋼床の自然な結果で時計製造は18世紀後半に フルリエとその周辺で盛んに行われたが、生産が国際市場向けにクレジットで販売されたため、価格が引き下げられ、またナポレオン戦争によってもたらされた経済的不安定化により、この地域の時計製造は大幅に減少。19世紀半ばまでに、フルーリエはほぼ独占的に中国市場向けの時計を生産エドゥアール・ボベ、ボベ・フルーリエの創始者。 同社は2001年2月6日に、現社長が、買収2006年6月、ラフィは、時計製作プロセスのすべての段階の品質を、完全に制御するために、複雑な時計ムーブメントを生産する、STT グループなどのいくつかの製造構造を、購入。STT は、ダイミア1738マニュファクチャーデオート、オーラジャーアーティスノルに改名され、 ボベイの基準を引き上げるために、今後2年間で完全なリストラを行い2番目の購入品は、ジュネーブのプランでイツにあるダイヤルと、貴重な宝石セッティングの製造で、名前は、バロール、ロペス、ビラからディミエ1738、製造職人職人カドランとデセルティサージュにも変更された。ラフイは、ムーブメント工場と同じ哲学で、この工場を職人センターに変え、ディミエの 時計ブランドであるボベと高級時計製造のクライアントの選択グループにダイヤルを提供。現在、ボベイフラージェー SA とダイミアが製造する従業員は約150人であり、同社は年間2000時計未満しか生産していなく、近代的なボベイ時計の中には19世紀に中国市場に時計を供給していた。 ベウッチャーマニュファクチャーによって製造された機構を備えているものもあるがボベイは広告に費やす費用が非常に少なく公開フェアに参加するよりもクライアントにプライベートサロンを提供することを好み製造する時計の約3分の1は注文に応じて作られる比類のない作品モノラトラパンテを説明する1944年のボベイフララースクロノグラフの広告ファーブル ルバ・ボベイとロゴの違いに注目してください。ボベの時計には芸術的な細部が多く含まれており、同社は時計の要素を作成する際に職人に多大な独立性を与え、創造性を奨励。中国の時計はもともとマホガニーの箱で、ペアで販売されていたが、幸運と修理が必要な場合はユーザーがバックアップ時計を持っているため、修理には6ヶ月以上かかることがあり、 時計のデザイン特性は中国の消費者にアピールする要素を強調。これらの魅力的な特徴の一つは時計と時計のメカニズムであったため、ボベはスケルトンビューと装飾性の高いムーブメントで美しさを強調し同じ理由で、時計は中古を含む最初のものでもありエナメル装飾は通常ヨーロッパのシーンや植物で作られており、 中国の消費者にとって時計はより魅力的でそのような画像はヨーロッパ製の時計自体と同じくらいエキゾチックです。ありがとうございます。